あ、でも 3.7 もう一回測って、はい、最後4月19から 3.7 でしたけど 3.7 もう一回、もう一回今お腹空いてるもんね、ご飯前どっちかな3.75 でも今本当に食べさせてないんですよ、お菓子アイスのカップも舐めさせてないのにだからまあ50、最後は3点じゃないことが50増えただけで、まあでもまあちょっとぽっちゃりの体型ではあるんだけど、とりあえずずっと35、35でいいんですよね、うん、35が2回ね、はい、でもあれをあの裏を見ると1回45ぐらいになってる、うん、でもさ35を2回でさ 50g 増えてるんだからうんちは1日何回出ます？3、4回してますよ。してます。普通のが3、4回で、うん、なんか結構コロコロしてる感じ。僕はだから食べたものが無になりやすいんですよ。もしもっとちょうだいって言うならさ、5% 増やしちゃってください。 5%、 はい、だから1日今70でしょ、うん、5% で 7g の半分、 3.5g、はい、5% ずつあの増減させてもらう。どんどん太ってきそうな気がする、ね、いやだってこの子食べてるのってあのあれでしょ。そうです、メタボリックスのおしっこの pH コントロールする役だから、うん、アイスの蓋舐めるよりは全然そっちを 5% 増やすんだったら全然その方がいいなって気がする。あとなんだ、しこりしこりあの背中のしこりがなんかちょっとちっちゃくなったような気もするんですけど、どうなんですか？これね、ちょっとサイズだけ取らせてください。せいちゃん、涙を。本人気にします？全然気にしてないです。気にしてない。これサイズ取るの難しい。なんか、まあ、そんな変わってないといえば変わってないし、小さくなったような気もするけどって。前15回か8回か12ぐらいですね、計が。だから気持ち一緒かもしれないし、気持ちちっちゃくなって、少なくとも大きくはなってないんじゃない、うん、だからちょっと経過観察して来た時は話してください。あ、はい、わかりました、ね、でここはちょっと来た時はすぐ抗戦症状をやりましょうかね、はい、目薬して抗戦症状、はい、あとの3分、1日が左側なので、左側っていうか、もう左屋ですよね。そう、もう今度は左屋のやつ。で、この子とネキスガード食べてたよね。あ、いつもそうです。で、ネキスガードがいいって言ったらネキスガードステッカーを出しますし、私今年からこれを使ってみたいんですけど、クレデリオプラスと、うん、はい、そういうのどうやって同じような、そう、月に1回食べる。あ、食べるよ、はい、だマダニも防ぐ、そう、飲みもマダニもフィラリアも消化管の、いや一緒です。あのうんと、なんかネクストガードスペクトラと、もともとこれをこの子あれだけで食べないので、うーん、え、そうなの嫌だって絶対とこしたえ、あれ食べない子いるんだ。今まではドリーマムに一緒に入れてたんだけどこの間はまずいと思ってじゃがい茹でたじゃがいもと一緒に食べさせて、あのドリーマムやめてほしい。でもそれでもジャガイモで食べるんですか？それでも大変、なかなかこれだけジャガイモと一緒にそれだけポロンって出せたんです。結構ね、あの今年出てきたやつだから美味しいはずなんだけど、でもさ、中にはさ、食べん子もいるかも、まあ、あんまり食べんかったら相談してください。今度はジャガイモじゃなくてちょっともうちょっと味があるさつまいもぐらいにしてみようかなって思ってますじゃあこれね、あ、ここに書いてありますけどね、だからとてもいい薬だと思いますすごいね、セランちゃん。別に今までのが全然いいんですよ、これでも。あ、別に前のがすごくお気に入りってわけでもないんで、別に何でもいいです。じゃあこれ。これがどこの会社なんだっけ？ベーリンガーか。エランドも結構大きな会社なんですよ。で、後から出てきてるから、ニクスガードよりもちょっとのエランがさすがに少ない。ちょっとだけですけどね。はい、じゃあクレデリオを1日の日。証明書はもう出しました、はい、
ありがとうございます。保険、まだ出してないです。そう、なかなか行けなくて。また行けるときにさ、ちょっと行ってください。一応打つだけじゃなくて、打って保険手続きするそこまでが義務なんでね。そうですよね。すごい遅くなっちゃうんで、全然持ってくのが。はい、じゃあちょっと溶かしてもらおうかな。そんでちょっとお口のケアだけやらせてもらおうかな。めっちゃこ震えてるじゃん。ワンちゃん何もしてないよ。何もしてないよ。気持ちいいことしてだけじゃん。これはブルブルしてる。はい、大好きなはずなんだけど、ね、そんな気分じゃないけど美味しいね。じゃあちょっといちご味も、いちご味もやっとこうか。んどう？だって大好きじゃない。いらない。じゃあメタボリックスのビスケットは食べない。ここじゃ食べないね。ここじゃ食べない。はい、OK。 じゃあトイレ料理プラスをね、あとはさっきのトワセットからそうそうそう、え、渡しました。もらいました、もらいました。はい、もらいました。はい、もらじゃあそれご用意しますんでね、はい、ありがとうございました。お願いします。